はい、皆さんこんにちは。僕はですね、ここ広島でフリーランスとして映像制作の仕事をしております、ギブの宮本と言います。普段はですね、企業さんとか、あと大学なんかのですね、学校関係のプロモーション映像を中心にですね、映像を作らせていただいております。どういった映像にしたいか、企画構成を考えるところから実際の撮影編集までですね、ワンストップで対応させていただいております。で、基本的には一人でね、すべて対応してるんですけども、撮影とかの規模の大きさによってはですね、僕と同じようにですね、映像をやっているフリーランスの仲間がいますので、そういった方々とチームを組んで対応させていただくことも可能になっています。で、僕がですね、どういった映像を今まで作ってきたかについては、このサイトのですね、僕のもう一つの動画を見ていただくか、僕のホームページをね、見ていただければ、すべてではないんですけども、これまでのね、代表的に作ってきたものはですね、載せていますので、ぜひね、見ていただければ嬉しいです。またですね、最近こういった世の中ですので、なかなかね、リアルでのね、イベントなんかを開くことが難しい状況の中で、 YouTube とかを使ったライブ配信の需要が増えてきています。で、ギブではですね、その配信のお手伝いをさせていただくことが可能になっていまして、小規模のね、配信から比較的大きなものまでね、対応させていただくことは可能になっています。そういったですね、映像制作とかライブ配信に関して何かご要望とかね、質問とか何かございましたら、お気軽に一度お問い合わせいただければ嬉しいです。で、ここで終わってもいいんですけども、せっかくですので、僕がなぜ今ね、この映像制作をしているか、映像制作を始めたきっかけについて少しだけね、最後にお話ししてみようかなと思います。あれはですね、僕が9年前、10年前かな、まだ会社員時代だった頃にですね、当時勤めていた会社の先輩がですね、結婚式を挙げたんですけども、その二次会で流すね、映像を僕が作ることになったんですね。で、それまで僕は一度もその映像なんて作ったこともないですし、興味もなかったんですけども、いろいろあって、僕が作ることになりました。で、そこからですね、どうやって作るんだろうって思って、勉強を始めて作ったわけなんですけども、その作るっていう作業そのものがまずすごく楽しかったんですね。で、作ったものを実際に見てもらって、すごく喜んでもらえて、その喜んでもらえてる表情を見てですね、さらに僕は嬉しくなって、映像っていいなって単純にその時は思ったんですね。また、その何かを伝える力っていうのが映像はものすごく持っているんじゃないかなっていうふうに感じまして、そういった個人をね、何か喜ばせたりするだけではなくて、例えば、その、何か人とか、物とかサービスを伝える上でですね、写真とか、文章だけではね、伝えきれない部分をですね、映像では伝えることができるんじゃないかと、その魅力と可能性をですね、すごく感じて、そこからですね、その映像をやりたいなっていうですね、気持ちが少しずつ膨れ上がっていって、結果的に2016年ですね、に、今のギブとして映像制作者として独立したという経緯があります。はい。こんな感じでね、僕が最後にね、ちょっと、映像をね、始めたきっかけについてお話しさせてもらいましたけども、本当にお気軽に映像に関して何かね、要望、質問がありましたら、何回も言いますけど、お気軽に一度お問い合わせいただければ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。